エキストラさんはまさにエキストロでありましてね、彼らがいないと僕らも成り立たない世界なんですよね。よーい、はい、大木さん、はい、カット、カット、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、大木さんって言っちゃダメです、ね、はい、あの知らない設定なんで、はい、萩野さんって何やってたんだっけ。鹿技工士、あの畑もやったりとか、立て立て立つんだった明日の城、これが難しい。主人公はエキストラ。昔はめちゃくちゃ怖かったですね、殴られたりとかしてました。愛か侮辱か、いろんなこと教えてくれましたよね。嘘か本当か、とらら超怖いです。女優の斉藤ね、最後ね、ああいうことになると豪華キャストが脇を固めるガチンコモキュメンタリー。俺こんなの出たかな。なんだこの映画は。前の回アンドレ。じゃあ木になろう。お前何の木だそれは。いや、何の木とかもあるんですか。おじゃ例えばお前何の木だって今。金木犀。そうだよな、はい、完全に金木犀だ。一瞬しか映らないって辛くないんですかね。いや、それでいいんですよ。でもその場面を何回も何回も再生してね。エキストロカーッ。ああいう人さ、もう朝一外して。どうもすいません。